はい、えー、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理屋、水のかかりつけ医、株式会社、セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、えー、今日はですね、えー、水処理薬剤をお使っているけど、スケールがつくっていう問題についてですね、お話をしたいと思います。えー、と、水処理薬剤、えー、これはまあスケール防止剤のことなんですけど、あのー、を使っているけど、 どうしても熱交換器とか配管にスケールがついてしまうとこの問題についてですねお話したいと思います薬剤を使っているそもそもですねスケールをつかなくしているためにですね薬品を入れるんですけど実際はスケールがついちゃってるこれってじゃあ何が問題なのかっていうところなんですけど あのまあ、一番は、ですねその水質と薬品の品種が合っていないあの水処理薬剤ってですねこのスケールといってもですねカルシウムに効くスケールなのかそれともシリカに効くスケールなのかもしくはそれ以外のですねスケールスケールといってもいろんな種類のですねスケールがあります。 で、そこの地域の水質をよく掴んでですね、それに合った薬品を使ってやるということをしないと、どうしてもですね、そういうふうなスケール、薬品を使ってるけどスケールがついちゃうと。えー、それと、あとあの、薬品は合ってるけど、今度、水のですね、濃縮、電気伝導率、これがですね、すごく高すぎて、 えー、もう薬品を使っててももう限界を超えてスケールがくっつく、えー、こういう場合がですね、えー、あります、えー、水処理薬剤ってですねあの使う上での,あの使用が決まってるんですねどういうふうな使い方をしてくださいとで水の中にどのぐらいの量を添加してください、えー、それと水の濃縮はあ上限がここぐらいまでですよっていうのがですね、えー、どの水処理薬剤にも定められています なので、えー、薬品を入れたからといってどんだけでもです、ね、水を使い回しできるかというとそうではなくて、えーまあ、垂れ流しに比べるとです、ね、かなり使い回しはできるようになるんですけど薬品によってやっぱりその限界があるとでそれもその電気伝導率どこまで高めていいのかそれもです、ね、薬品の品種によって違いますので。 えー、ちゃんと使い方に合わせて、えー、水をですね管理をしてやるということが必要になります。あのー、こんなえっ、ー、とそういった食い違いがなぜ起きるか、えー、例えばですね冷却塔を導入してすぐの時の水質とですね、えー、ずっとこう何年か経ってきた時に水質が変化していることがあるんですね。例えばカルシウムの濃度がすごく高くなってきているとかですね。えー 一番初め行って、冷却と導入した時はですね、あのシリカの濃度が低かったけど、大元の水源が何かの理由でですね、変わって、あの水質がですね、シリカ分がすごく多くなっているとか、そういうこともございますんで、それはその時にあった薬品に変えて、ちゃんと管理をですね、管理のやり方も変えるということがですね、必要になります。 はい、えー、今日はですね、えー、水処理薬剤を使っているけど、えー、スケールがつくっていう問題についてですね、お話をさせていただきました。はい、えーまあ、そういったところで、あの、薬品使ってるけど、どうもいまいちうちはうまくいってないんだという方にですね、今、あの冷却水の無料診断サービスを行っています。 えーまあ、薬品の濃度なんかはですね、ちょっとこう特定するのが難しいんですけど、えーまあ、どのような使い方で、あまあ、水処理としてはその限界を迎えているとかですね、あのーまあ、いろんなことがみあの水を調べるとわかります。えー、ぜひ、えー、一度ですね、自分のところの水を見てもらいたいと。 いう方はですね、ペットボトルに水を入れてお送りいただくと、おいろいろこちらで分析等行ってですね、えー、ご提案なんかをこ行っておりますんで、えー、まあぜひご興味ある方はご活用いただければと思います。はい、えー、熱処理設備のトラブル激減、えー、10年経っても安定稼働、お熱処理設備のお冷却水の水温がもうむちゃくちゃ高い、熱交換器にもスケールがびっしりついとたとかですね、えー、あと、お 冷却水の配管がもう詰まってしまって、冷却水が流れないんで、えー、設備の水温が上がってる、温度が上がっているとかですね。えーまあ、そういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと、弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。